中国福建省。この地方はウーロン茶の産地としてよく知られています。ウーロン茶は茶葉を発酵途中で加熱して発酵を止め、半発酵させたお茶です。油っこい料理と相性が良く、多くの人たちが好んで飲みます。ウーロン茶特有のポリフェノールを含んでいて、それが。 脂肪の吸収を抑える働きをすることからダイエットに効果的とも言われています。